六月二日金曜日我らが地元関西にも気になるニュースはいっぱいあります関西おもろさあこの番組は青木さんを筆頭にですねディレクターも私もコーヒー大好きでございます好きですねみんなね、えー、コーヒーの話一番もうね盛り上がりますりそんな皆様お待たせしましたえ近頃ですね続々と美味しいコーヒー屋さんが増殖中と噂の京都でございますね、はい、そんな京都の人気のお店がなんと 一堂に集結です、えー、会場が元学校の校舎だけになんかこう文化祭のりな感じなんですけど、うん、いろんなコーヒーをお店の方と語らいながらワイワイと飲み比べができるというよろしいなね<ー>、うん、そんなイベントありますもうタイトルがわかりやすいですエンジョイコーヒータイムですこれもう第4弾ですって、えー、それが明後日て6月4日日曜日に開催されます 4番ということは4年目ってことですか。そうですね。あ、毎年ではないの年に2回やってんの。はい、あ、そうなん。4回目ということですね。そうかそうか。うん、会場となりますのが阪急京都線河原町駅の一番出口から北に歩いて3分ほどですね。うん、えー、高瀬川のほとりにありますので、ご存知の方多いと思いますけど、元立成小学校。 ははい、はいこの辺り歩いたことありもともとしゃれたコーヒー屋さんは京都多かったんですけど、うん、最近はねちょっとこう新世代のコーヒーロースターこれは自家焙煎やってはるお店のことですね、はいうん、とかちょっと通りすがりにいっぱいと気軽に立ち寄れるコーヒースタンドも続々と実は登場しておりまして、えー、まさに今今日のコーヒー文化花盛りな雰囲気なんです。うん 四回目のこのエンジョイコーヒータイムにも自家焙煎や飲み方のスタイルにこだわるコーヒー好きが通いたくなるような実力店ばかりが参加しているようです飲み方のスタイルですからどんとスタイルなのかなこだわって飲みすごいですからね,、うんねえー、小さな古い家を改装した二条小屋さんとか トーストも人気のワンダラーズスタンドさんとか、えー、コーヒー焙煎所旅ノートさんとかコーヒーショップだけでね14点ですって。でさらに和菓子の梅園佐良さんとか。 焼き菓子の中村ジェネラルストアさんあと卵サンドが人気のね喫茶、えー、マドラグさんとか、はいえー、コーヒーと相性良さげなフード類もねだからコーヒーだけじゃないんで食べ物屋さんも結構充実の三戦ぶりなんですねあのコーヒー屋さんっていうのはね結構サンドイッチがみんな美味しいんですよあーそうですかう,んうんうんうん、だからもうサンドイッチプラスコーヒーみたいなものでねこれ好きもんですんでうん、うんね、これは両方行きたいですねそうですねもうお昼ぐらいに行ったらいいかなそうもうご飯食べに行く感じでね,ねそう,ね、うんそうえー、今回も相当なにぎ 際にななること間違いなさそうです、はい、なんかほんまにねざわざわとコーヒー好きが好きなことを言いながら、うん、好きなようにちょっとずついろんなお店のコーヒー飲み比べするれがいいでう、ね、ーーの種類があありますからあのディレクターによりますとねここでお気に入り屋さんのコーヒー屋さん見つけて、うん、そこの常連さんにまた通ってなるみたいな楽しみ方があるっぽいですね。 えー、京都の次世代コーヒーショップが一度に集結いろんなコーヒーをお店の方と語りながらワイワイ飲み比べ第四回エンジョイコー,、えー、コーヒータイムはあさって 6月4日日曜日、えー、午前11時から午後7時まで、えー、阪急京都線河原町駅の一番出口から北に歩いて3分高瀬川のほとりにあります元立成小学校で開催されます、うん、え料金は会場へのまず入場料がありますねこれ200円です200円安、うん、いですねそこにコーヒーの飲み比べチケットこれ5枚つづりですがこれが 1,、うん、1200円、うん お手頃ですよね。いや、いいと思いますよ、このくらいだったらね、今結構ね、あの。そのなんていうかな、時間焙煎してるようなコーヒーだと。まあ、最低五百円ぐらい取るところも多いもんね。で、これだと、何杯飲める、五杯でしょう、だ、五、五杯の飲めるわけ。五杯。最低ね。ね。これ楽しみだな。うん。行ってみよう。明日だけじゃなくて、明後日もお出かけします。でも、じゃあ、行ってくか、京都に、はい。 さあ、続いても、ぜひこの週末にお出かけくださいなというイベントのご紹介です。場所変わりまして、今度神戸です。はい。神戸もいいイベントいっぱいあるんですね。もう神戸行けないな。うはい。いいすから、いいすから、これ今。これはです、ね。<laughs> どんなこと。今やってるんですけどね。うん、えー、ハンドメイドの石鹸とかね。お<う>アジア各国の雑貨とかね。うん、職人さんが作る一点物のシャツとかね。もうこの辺も神戸らしいんですけど。配色が可愛いヨーロッパの陶器とかね。香ばしいグラノーラとかね。えー、どれも。 扱っているものが非常に個性的な神戸阪神館に点在しているショップですねこのショップあの一軒一軒あるの大変なんですけど、うん、これがね今神戸の祖豪に大集合しておりますなんか神戸らしいイベントだなそうでしょ、うん、イベントの名前は神戸散歩祖豪神戸店六、えー、月五日来週月曜までですね、うんえー、三宮の神戸祖豪、えー、神戸店で 開催されておりますまあチラシもちょっとイラストを使ったこの辺もちょっと神戸らしいこの,、ね、この何時スカーフというのはこの辺りいいじゃない くるくる巻、ま、くそうですねカラフルな雑貨たちの中で,で何がいいってこれね、うん、結構一点物だったりとか、うん、職人さんのこだわり抜いたものが多かったりするんでね、うん、そうねあのおしゃれな方っていうのは自分の着てるものと人のが着てるものが被らないってことは絶対に必要ないよねそう,そうなんですそうなんです、うん、そういう方におすすめのだからこういうやっぱりハンドメイドの一点物っていうのは、うん、これはもう皆さん狙うでしょうね地元情報誌のシティライフ阪神神戸版とそごう神戸店とのコラボイベントなんですね うん、え今までシティライフさんで紹介されてきたお店から厳選された50点以上が日替わりでここにクイズね、うん、日替わりで出店してますのでいい毎日通いたいという例えばですね豆の仕入れから選別、焙煎、マサイこれなんか砕くことですね、うん、え調合成形まで全て手作業の芦ア屋アのチョコレート専門店のいちじさん。 ね、お知らないこれはね<え><う>普段は日曜日だけオープンする石鹸の専門店、うん、ササンンデーボドットや花柄などを配した独特のデザインが魅力的特徴的なポーランドの陶器専門店チェラミカさんとかですね、うんうん、履きやすい靴をママとお揃いにできる子供靴子供の靴のお店ビープさんとか。うん なんとおっしゃらのお役でしょうか。ね<え>手間暇を惜しまない丁寧な仕事ぶりが印象的な阪神間のお店がたくさん集まっていると。はいはい。ねえちょっとこれまあ,、うん、いいあ名前は聞いたことあるけどなかなか行けないという方もね、ちょっと一度に返しますので。だってここを全部ね回るって言ったら大変なことですもん。それを考えたらこれも行ったらね、うん、全部その、えー、一度に返してるわけですから。ねね、どこでも見れるという。あの神戸の店ってあの場所にもこだわりがあって、<う>駅から歩いて二分とかじゃないんですよ。 あそうなん結構坂を登って十何分とかいうお店もあるんですよらね移通りのねちょっとこう横う横道に入ってるとこなんて時間かかるもんね確かにここじゃなきゃ嫌だっていうオーナーさん多いんでねあ<ー>そういうお店が一度に返してるんで楽しいと思いますまあこだわりがあるでしょうね「神戸散歩ぽそごう神戸店」は6月5日来週に月曜まで三、えー、宮のそごう神戸店の各回の特設コーナーで開催中です、うん、ただねその今日日まで出展されてるお店と明日以降 月曜までの出店店舗、結構日替わりのものもあったりします。はい、お店の確認などはそごう神戸店のホームページやお電話でご確認ください。ちょっと聞いた方がいいかもしれませんね,ね、えー。電話は零七八二二一の四一八一零七八二二一の四一八一までです。こちら午前十時から午後八時までの受付となっております。お問い合わせください。はいえー、以上関西お物の,のコーナーでした。